高校を卒業し、進学して、一人暮らしを始めたばかりの頃の話。ある夜、部屋で一人ゲームをしていると、下の方から大勢の人がざわざわと騒ぐような声が聞こえてきた。俺は、下の階の人のところに客がいっぱい来てるのかな、とも思ったが、耳を澄ましてよく聞いてみると、声の感じから数人ということはなさそうだ。もっと大勢の人の声のように聞こえる。気のせいかもしれないが、まるで大きな駅とかなどの雑踏のざわつきのような感じだ。その時は、そういうテレビ番組でも見てるのかな、と考えながら、それ以上気にせずにいた。が、寝る頃になっても、一向にざわつき声がなくなることはなく、そこまで大きな音ではないのだが、深夜3時頃まで聞こえていたせいで、結局気になって、その日はほとんど寝ることができなかった。それから数日間、毎日ではないが、夜10時頃から深夜3時頃まで頻繁にざわつき声が聞こえてくるので、俺はろくに眠ることができず、いい加減苦情を言おうと階下の人のところへ行くことにした。呼び鈴を押してしばらくすると住人が出てきた。歳は俺より2つか3つ上くらいだろうか。見た感じ学生っぽく見える。俺が上の階の住人であることを話し、苦情を言おうとすると、その人はいきなり不機嫌になり、あんた毎日毎日真夜中に何やってんだ。うるさくて仕方がないんだが。と逆に言われてしまった。ここからは下の階の人を仮に佐藤さんとしておきます。意味がわからない俺は事情を最初から話して下の方からほとんど毎日のように大勢の人のざわつき声のようなものが聞こえてくると話すと、佐藤さんはざわつき声が夜になると上から聞こえてきて、そろそろ大家か不動産屋に苦情を言おうと思っていたと話し出した。その話を聞いて、俺は理由はよくわからないが、何か嫌な感じがしてきた。あれは明らかに人の声だ。何度も聞いているから聞き間違いはない。それに佐藤さんも大勢の人のざわめきであることは間違いないという。しばらくの沈黙の後、天井裏に何かあんのかな?と佐藤さんが言ってきた。天井裏行ってみる?佐藤さんがそう切り出してきて、俺の返事も待たずに懐中電灯を持ち出してきた。が、俺は勝手に解決しようとして、万が一にも天井を踏み抜いたり、そうでなくても何か壊してしまったら、後々いろいろと問題になるかもしれない。ここは管理している不動産屋に事情を話して来てもらった方がいいんじゃないかと提案し、行く気満々の佐藤さんを説得した。そして俺は、ざわつき声がする、と言うと不審に思われるので、そのあたりははぐらかし、床下から何か異音がする、と不動産屋にしらじらしく電話を入れた。すると不動産屋は、どうやら
天井裏にネズミか何かが入り込んだと思ったのだろうか。数日以内に業者を連れてそちらに向かうと言ってきた。俺は何か結果的に騙しているような感じになってしまって、ちょっと引け目を感じたが、そのことを佐藤さんに言うと、まあ、異音がするのは事実だし、とにかく来てもらおうよ、ということで、特に問題ないだろう、とのことだった。当日、結構早い時間に佐藤さんが俺の部屋にやってきた。不動産屋と約束した時間には、まだかなり余裕がある。彼が言うには、どうも急な用事が入ってしまって今日は立ち会えないとのことで、不動産屋が来たら問題ないから合鍵で勝手に部屋に入ってしまって構わない、と伝えてほしい、とのことだった。そんなことを自分で電話しろよ。俺はそう思ったが、まあ仕方がないので了解して、不動産屋との待ち合わせの時間まで待機することにした。昼少し前くらいに不動産屋が駆除業者と一緒にやってきた。不動産屋が佐藤さんと連絡が取れないが何か聞いていないかというので、今日の早朝に会ったことを話すと、少し困った顔をしていたが、一応佐藤さんの部屋へ行くことにした。話を聞くと、一階と二階の間を調べるには、佐藤さんの部屋のバスルームの天井から入るしかないらしい。佐藤さんの部屋に行くと、合鍵で開けてほしいとのことだったが、なぜか部屋の鍵は開いていた。さすがに俺が入るのは問題があると思うので、業者と不動産屋に任せて外で待っていると、突然中から、うわ、大丈夫ですか?という声が聞こえてきた。何事かと玄関のドアを開けてみると、不動産屋と業者が真っ青な顔をして出てきて、警察に電話を、と言ってきた。その間、いろいろあったのだが、結論から言うと、佐藤さんがバスルームで死んでいたらしい。それからいろいろ大変だった。パトカーや救急車がやってきて大騒ぎになり、俺も警察からいろいろと事情を聞かれた。朝に佐藤さんと話した時は、不審な様子は少なくとも俺の見た感じでは一切なかったことを話し、一応天井裏のことを警察に話すと、それも含めて調べていたようだが、何か見つかったのかとか、そういうことは何も教えてもらえなかった。結局、俺としては天井裏のざわめき声も含め、佐藤さんの死因も何もかもあやふやなままになってしまった。その日の夜、いろいろありすぎたので疲れてしまい、さっさと寝てしまおうと早めに布団に入ると、例のざわめき声がいきなり聞こえてきた。が、何かがいつもと様子が違う。よくわからないが、違和感があった。しばらくして、違和感が何なのかに気がついた。今までは下から聞こえていた声が、明らかに横から聞こえる。しかも、今までは床越しに聞いていたので、多少くぐもって聞こえていたのだが、今回はまるで、同じ部屋の中から聞こえてくるように鮮明だ。そう考えた途端、急に背筋が寒くなってきた。目を開けて声の方を見てみたい気持ちもあるが、ぶっちゃけ怖い。そうは言っても、
やはり声の正体は気になる。俺は意を決してベッドから起き上がり、声のする方向を見た。そこには、スーツ姿の男が一人立っていた。ただ、厳密には立っていたというのとは少し状態が違う。まるで水面から上半身だけを出しているかのように、床から人の上半身が生えているような状態だ。それだけでもかなり異様な状況なのだが、そのスーツ姿の男は眼球を上下左右に激しく動かし、口もまるで早口言葉を喋っているかのように激しく動いている。そしてその口から例の大勢の人のざわめき声が聞こえてきていた。俺はあまりのことに体が動かせず、わけもわからずそのスーツ姿の男を凝視していると、暗がりに目が慣れてきて、もう一つ異様なものを見つけた。佐藤さんだ。佐藤さんが床から顔だけを出し、目いっぱい目を見開いて天井を見つめ、まるで魚のようにゆっくりと口をパクパクさせている。それを見たとき、なぜか直感的に、あれは何かとてつもなくやばいものだと思った。俺は完全に思考が停止してしまい、わけもわからないまま、気の身気のままで携帯と財布だけを持って、部屋から逃げ出した。その夜は、ひとまず漫画喫茶で夜を明かすと、朝一番で不動産屋へ向かった。あんな場所にはもう住んでいられないので、引っ越し手続きをするためだ。不動産屋に着くと、担当の人を出してもらい、すぐに引っ越しの話を切り出したのだが、突然のことにしても、やけに担当の人の様子がおかしい。なぜかどうしても引っ越しをさせたくないように見える。不審に思ってしつこく追及してみると、どうも俺は佐藤さんの死に関係があるのではと疑われているらしい。だから安易な引っ越しはさせられないようだった。言われてみれば当たり前のことだ。佐藤さんと最後に会っていたのは俺だし、何より騒音トラブルもあった。朝の出来事も、俺がそう言っているだけで、客観的な証明など何一つない。何より佐藤さんの死因はまだ不明のままだ。俺が殺したと疑われても仕方がない状況だった。そこに来て、いきなり俺が引っ越しをしたいと言ってくれば、不動産屋としても当然疑うだろうし、当然不動産屋だけではなく、警察も疑っているだろう。かといって、あの部屋に戻るのだけは絶対に嫌だ。あんな得体の知れない不気味なものが現れた場所で、また過ごすなどありえない。そもそも、あのスーツ姿の男が、佐藤さんの死に何らかの形で関わっているのは明白だ。もしかしたら、次のターゲットは自分かもしれない。そんな事情が事情だけに、俺としても絶対あの場所に戻るのは嫌だ。そこで、信じてもらえるかどうかはわからないが、今までの経緯や昨晩のことを正直に不動産屋に話した。すると不動産屋は、この話を信じたのかどうなのかわからなかったが、とりあえず自分の裁量ではどうにも判断できないので、警察と相談してほしいと言ってきた。仕方なく俺は、昨日警察からもらった
名刺の番号に電話して、警察署で事情を話すことにした。警察署に着き、担当の人に不動産屋で話したことと同じことを話したのだが、当たり前といえば当たり前だが、話は信じてもらえなかった。むしろ、こいつは何を言ってるんだ、みたいな態度を取られ、連日の寝不足のこともあり、イライラしていた俺は、発作的に、だったらてめえも、あそこで一晩いてみろよ、と、大声で怒鳴って、担当の警察官に自分の部屋の鍵を投げつけた。後から考えれば、理不尽で無茶な要求をしていたのは俺の方なのだが、警官は俺を落ち着かせると、引っ越し先はあまり遠くにしないことと、引っ越し先の住所を報告し、警察からの電話には必ず出ることを約束すると、引っ越しを許可してくれた。その後、俺はなんとか別の場所に引っ越すことができて、事件の方はどうやら佐藤さんの自殺のようだということもわかり、俺への疑いもなんとか晴れた。自殺であることが判明してからしばらくして、俺はまた警察に呼ばれた。どうも佐藤さんのパソコンから日記が見つかっていたのだが、そこに書かれている内容の一部に、俺が警察で話した例のスーツ姿の男と酷似した人物のことが書かれていたそうで、そのあたりの事情をもう一度詳しく聞きたいということだった。結局、あのスーツ姿の男の正体は今でも不明のままだが、警察から聞いた話でいくつか分かったこともある。日記の内容から、どうも俺が最初に佐藤さんのところへ苦情に行った時点より前に、彼はスーツ姿の男に出会っており、ざわつき声の正体がその男であることも知っていたようだった。そして日記には、スーツ姿の男が明らかに悪意のある相手であることが繰り返し書かれていて、佐藤さんは身の危険を感じていたらしい。なぜそこまでわかっていたにもかかわらず、彼はあんなさも何も知らないかのような態度をとったのだろうか。警察は何も言っていなかったが、もしかしたら天井裏には何かがあったのではないだろうか。佐藤さんはそこまで知っていて、何らかの理由で俺を巻き込もうとしていたのではないだろうか。今となっては何もわからない。